おだすかじこんばんポテトです。ヤングスターズボリューム2のショータイムはこう育成しろ、やっていきたいなと思います。まず3人をねパパッとやっていきたいなと思います。いきましょう。まずはグバルディオルですね。グバルディオルすんごい目あったんですけど、ひとまず一つ目はこんな感じかな。まあセンスフォートレスが持ってるので、まあこのフォートレスをねどう捉えるかなんですよね。ここをですねちょっと無視はしたくないというか意味なくなっちゃうので、そうするとですね、フォートレス発動した時に、センスが、まあ、95とかダッシュがこうほぼ完走するみたいなイメージになっていくかなと思います。でそうすると、まあ、センターバックでもいいし、まあ、サイドバックでもいいかな。守備的サイドバックだし、今回初めてね守備的サイドバックできてるので、まあ、守備的サイドバックっていう意味で、まあ、こんな感じで使ってもかなりね最後守備固めみたいな感じではできるんじゃないかなと思います。逆位精度が最高とかドリブル精度とかね、あとはパスですね、この辺の数値がねちゃんと80超えたりするのもすごく優秀なんだよね。だからまあこう事故とかはかなり防げていけるんじゃないかなとは思うんですよね。でサイドミッドフィルダーこう薄適正ついてるんですけど、まあここはねそんな期待しない方がいいかなとは思ってますね。まあちょっとどうしてもやっぱスピードがね足りないというか感じがしちゃうなとは思うので、ドリブル上げちゃうとね、ドリブルとスピードがどうしてもなかなか少なすぎちゃうなって感じがしちゃうので、まあという意味ではまあセンターバックサイドバックが一番いいかな。であとはもう一個持ってきたのがこれで、もうね逆にもうサイドバックでしか使わないっていうイメージで、でもパスとかですね、もうサイドからの起点が結構多いんですよねっていう人はこういう感じの方がむしろいいかなみたいな、もうあえてもう全く違う感じのグバルディオルにしちゃうのもありかなとは思ってますね。で、もう後半から絶対だ、後半で勝ってる時しか出しませんぐらいの感じにしておくとかね。で、フォードレス発動してセンスがまあ90乗る、ボール出しとかこの辺のディフェンス能力が90前半とかになっていくみたいな考えたら、まあかなり強いかなみたいなね、気はしておりますかね。で、まあ過去版と比べてもいいんですけど、まあグバルディオル守備的サイドバックはいないので、まあこれは唯一無二なのかなと思います。おすすめスキル、追加スキルはね、まあでもワンパーと、あとまあスルパとかはあってもいいかもしれないけど、でもそれぐらいですかね。次ですね、ミッキーですね。ミッキーは、もうスピードに振っちゃう感じでいいかなと思っちゃいました。もうもはや、誰も追いつけない感じのね、スピードに、領域に行っちゃっていいんじゃないかなっていう気がしております。まあ、無理にねディフェンスセンスこれ以上上げるのもなと思ったので、この辺止めて、あとはドリブルとかパスとか、あとはエアバトルもねちゃんとひとまずこの辺ぐらいまで上げておけば良いかなという感じですね。まあ、エアバトルももうちょっと振ってもいいんですけど、今回ね検証で出した動画でも見たようにやっぱ身長かなり大きい要素になってくるの でそれがミッキーは193センチで、まあ、そこはもうクリアしちゃってるので、まあ、無理にね、この辺上げるよりはですね、もうスピードとかこっちに振っちゃって行く方がですねより特徴的になってね使いやすいんじゃないかなと思います。193センチでスピード94で瞬発90ってかなり熱いとは思うんだよね。まあこれもうちょっととんがってね瞬発を94とかしちゃってもいいんですけどね、うん、まあまあまあそういう感じでいろいろこの辺は試せそうな感じはしましたね。過去版と比べるとこんな感じでですね、まあもうちょっと前寄りの能力とかこの辺は圧勝で、スタミナとかねこの辺もね圧勝になっているという感じですね。まあ、ただセンスとかこの辺はねどうしても負けちゃうんで、まあ、この辺はもうもはや気にしないで、いくと、まあ、センターバックだったらどうだろうな、まあ過去版もいいけど瞬発とか低いしな、そう考えたらセンターで使うにしても今回の方が全然使いやすいんじゃないかな。今までのだと多分ね遅くってというか重みはすごく感じちゃうと思うんで、そういった意味ではこんな今回の方がかなり使いやすくていいんじゃないかなとは思いますね。おすすめのスキルに関してはワンパ、あとはまあアクロバティッククリアとかそれぐらいはあってもいいのかなって気はしますね。最後カマビンガですね。カマビンガもねめちゃめちゃ迷った、これねむずいなと思ったんですけど、まあ、ただねちょっともう割り切ってしまって、僕はですね前寄りの能力に振っちゃっていいんじゃないかなと思いました。で、まあ、というのもですね、ゲームチェンジパス、皆さん覚えてますか？僕の検証もやりましたけど、後半ね、同点もしくは負けている時に出る、負けている時に出場しているとですね、パス能力がですね、プラス6されるわけですよね。ということはですよ、まあ、そこはね、やっぱり考慮した育成になるかなと思ったんです。ここでね、守備的な能力にしちゃうのも、まあ、なしじゃないんですけど、まあ、ちょっともったいないかな、みたいな。まあ、それだった
ったら別に今までのカマビンガでいいんじゃないかなって気がしちゃうので、そう考えるともう前寄りの能力に振っちゃって、でスピションとか上げてもう使いやすか使用感っていうかな、そこをちょっとかなり上げていくイメージですかね。はい。でゲームチェンジパス発動してパス能力が95とか後半に乗ってくるようなイメージですかね。はい。そんな形が一番使いやすいんじゃないかな。はい。だから負けてる時とか同点の時ですね、の時に出る役みたいな感じでもうサブに置いといてもいいしね。で逆に勝ってる時はカマピンガー出さないで別のねアンカー出すとかね、フォトヨス持ってるザカリア出すとかね、そういう感じで使ってもいいんじゃないかなと思いました。なのでプレイメーカーではあるんだけど、攻撃的にねなる時に、出すようなタイプでいいんじゃないかなと思いましたね。過去版と比べるとこんな感じ。まあそうね、ディフェンス能力はしょうがないとしてですね、それ以外のところとかはかなり今回のが高かったりするし、フィジカルコンタクトとかもねかなり差がついてるんで、そういった意味ではね、かなりこっちの方が使いやすいんじゃないかなと思います。で後半から出たらは、決定力もね一応70に乗るように66まで上げているというような感じ、スパサバ発動してね、70に乗るようなイメージにやっています。で追加スキルに関してはですね、ある程度揃ってるんでそんな無理につけなくてもいいかなって感じはするんですけど、まあ、あえて言うならアウトスピンとかこの辺はあるとパスするときでもね楽、ちょっとこう助かるときがあるので、まあそういった意味かな、そういうところかなと思います。まあエラシコとかつけてね、特殊ダブタとかにしてもいいけどね、はい、そんな形かなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。今週の高育成しろという形でやっていきました。まあヤングスターズこれもかなり面白いんだけどね、面白いんだけど、この特殊スキルがあることによってですね、この使いどころをね結構迷うような、そんな感じがしました。皆さんどう使いますかね。まあさすがにこの特殊スキルを無視する育成だけはちょっとしたくないなっていうのは個人的にあったので、まあこういう形にしてみました。かなりちょっととんがってるような変な育成になる、一見ね変な育成に見えるかもしれないんですけども、はい、皆さんのおすすめの育成とかあったら教えてください。はい、ということでですね、今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。